今日は海の日、3連休の最終日です。全国的に新型コロナウイルスの感染者が増える中、県内の観光地には大勢の観光客が訪れ、にぎわいを見せています。金沢市を代表する観光名所、近江町市場。朝から多くの観光客が訪れ、魚介類を買い求めたり飲食を楽しんだりして、3連休の最終日を過ごしていました。難しいところはあるんですけど、ある程度こうできる範囲でこう旅行だったりすることでこうお金が落ちるっていう面もあるので、ちょっとまあ様子を見ながら旅行すること自体はあまり悪いことではないのかなというふうに思います。こっちの金沢のもう地物ののどぐろとか、もうそういう地物のものを食べに来ようって来ました。もう昨日から来て、昨日と今日で、しかも前の日に決めて弾丸できました。何年も続いてるので、もう基本的なことをやれば、もうあとは正直言ってしまって運なのかなってかかるのもって思ってはいます。まあ、感染対策はしっかりしながら観光で、昨日は能登の方行って、で今日はこっちで。ちょっと心配は心配だったけど、まあでも結構人もたくさんみんなで歩いてるし、まあまあ気をつけながらって感じ。全国的に新型コロナの感染者数が急増しています。しかし緊急事態宣言やまん延防止措置などの行動制限はなく、観光客の心の持ち方も変わってきていると店の人たちは感じています。昨日、今日と、まあ、続けて、たくさん大勢の方がね、まあ、子供連れも多いし、いろんな人がこう多く来ておりますよね。やっぱり気にしながら皆さん歩いてるんじゃないですかね。まあ、我々も全くね、もうここまでしたらもう行けよというような感じじゃないんだけど、やっぱりいろいろと手指、手指の消毒とか、いろんなものをこう自分たちもこうやりながら、少しずつ期待はしながらやっとるみたいな、でも怖いなみたいな、まあ、前の時よりもそんな怖がることの比率はちょっと少なくなったんかなとは思いますけどね。市場なんで頭数がね、こうやって来てにぎわってくれないことには、どうしてもやっていけない市場なんでね、まあ、来てもらうことに感謝しながら、まあ、対策しっかりしながらっていうところですかね。はい、もうすぐ始まる夏休み、県内の観光地はこれまでとは違う夏を迎えそうです。